はいどうもこんにちは、ムカコウです。今回はこちら、ソニック卓上掃除機というわけでね、リビング学習におすすめ、消しカスに削りカスに工作ゴミにというわけでね、こちらをね、机の上のゴミを、まあ、手軽にね掃除できるものを購入してみました。ではね、早速箱から出してみましょう。はい、というわけでね、箱から出してみると、まずですね、注意書きが入ってますね。髪の毛や動物の毛、糸くずなどは、吸い込まないでください。ファンに絡まり、故障やね、事故の原因となりますというわけでね。まあ、糸状のものはね、吸い込めないということですね。はい。で、あとは取扱説明書と、こちらが本体になります。はい。まあ、とりあえずですね、乾電池の方がですね、まあ、必要なので、電池がですね、炭酸がですね2本使用ということなので、まずはね電池の方を入れていきたいと思います。はい、電池の入れ方はですね、ここのですね、プッシュという場所を、押しながら上を、上に上げるとね、カバーが外れますので、ここにね電池を入れていきたいと思います。はい、ではね、炭酸をね入れていきたいと思います。向きはですね、決まってますね。はい、はい、これでね電池が入れ終わりました。そうしましたら、ケースの方を閉じますと。はい、そしたら次にですね、この下の部分がダストケースになってるんですけども、ここはねこのようにまあね普通にまあ、回してね、固定するという形なんですけども、反時計回りでね開くようになってます。まあこれはですね、まあここからね吸い込んだゴミがですね、まあ、ここに溜まるということなので、これはね定期的にゴミを、捨てる必要があります。はい、ね、これでねもう準備は万端なので、早速ねゴミを吸い込みたいと思うんですけども、ちょっと一回ね電源入れてみましょう。おお、結構吸い込みますね。結構吸い込む力はありますね。どっからこれ空気入れてるんだ。そう、こっから中央から吸い込んで、この横から吐き出すみたいな感じなんですけども、中はねファンが回ってますので、指などをね入れると、まあ、ちょっと怪我する恐れがあるので、まあ、ここにね指は入れないようにして、指を入れないように、注意して、扱いたいと思います。はい、ではね早速ゴミの方のね、掃除をしていきたいと思います。はい、はい、というわけでね、今回ねちょっと消しカスの方をね用意したのでね、机の上にちょっと消しカスを巻いて、こちらの方をね、掃除していきたいと思います。はい、今ですね、まあ、こんな感じにね、消しカスを巻いたので、早速ね、掃除をしていきたいと思います。ではね電源をオンにして掃除していきたいと思います。おお、かなり吸引力がありますね。はい、というわけでね、ご覧の通りね、もう机の上はね、机の上にあったね消しカスはもうね全部きれいに、吸い込まれてます。ではねちょっと中の方ちょっと軽く見てみましょうか。こうやって開けると、ありますね消しカスが。はい、ちゃんとね吸い込まれてるということで、まあね結構ね、まあ、吸引力あるのでね、でかい消しカスでも全然多分、吸い込んでねくれると思います。はい、この通りねもうきれいさっぱり、ゴミをね吸えるということです。はい、ではですねお次はですね、ちょっとまあ消しカスだけではね、まあ、ちょっとまだ足らないと思うので、まあ紙くずをねちょっと用意したので、そちらの方をねちょっと机の上にね巻いていきたいと思います。はい、はい、というわけでね、こんな感じでね、まあ紙のねクズを撒いたので、はい、こんな感じでね、こちらの方ね吸っていきたいと思います。ではね電源をオンにして掃除していきたいと思います。おー、
なんか音が、おお、なんかめっちゃ紙吸い込んでる。ファンの音がやばいと思ったら、ちょっとゴミの量が多すぎましたね。さすがにゴミの量が多すぎて、ちょっとファンがね、かなり吸い込んでねしまったんで、おお、ちょっとゴミの量が多すぎましたね今のは。はい、ちょっとねさすがに多すぎたということで、まあ一回ね、ここに溜まったゴミは捨てて、もう一回ね掃除したいと思います。はい、というわけでね、こんな感じでね、紙のクズもね、さっきこの辺にねいっぱいあった紙のクズも、このようにね綺麗さっぱり、掃除することができます。ではですね、この中を見てみましょう。はい、というわけでね、こんな感じでね、もうまあゴミがねいっぱいここに溜まってるということなんですけど、多分ねこれ一度にこんな吸うことはないと思うので、これは多分ゴミのありすぎなんでね、ファンの中にいっぱいあるんですけども、まあ普通はねこういうのはありえないので、はい、というわけでね、今回ね、こんな感じで、軽くね紹介してみました。もしね、この動画がね良かったら、グッドボタン、またねチャンネル登録の方ね、よろしくお願いします。はい、というわけでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、溜まったゴミはね、まあこのようにね、して、ここでね、このように捨てれば、で、ファンの中にね詰まってる場合は、ファンの中に詰まってる場合は、この中にね、ゴミ箱の中で電源を入れてもらえばね、もう自動にね、吐き出してくれるので、これでね、まあ、中のね、まあ、ゴミ捨ては、こんな感じでやります。はい。はい、ちょっとですね、気になったんですけども、まあ、ここにね、まあ、ですね、まあ、マウスパッドがね、あるんですけど、マウスパッドのね、上のちょっとゴミが気になったので、こちらの方でね、ちょっと掃除していきたいと思います。はい、というわけでね、マウスパッドのね、上にね、まあちょっとゴミがあったんですけども、これもね、綺麗にね、こちらの方で取ることができました。まあね、吸引力もね、まあほぼほぼあるんですけども、掃除機みたいにね、もう強くないので、こう、マットごとね、吸い込んでしまうっていうこともね、ないのでね、非常にこういうなんですかね、まあマット系のね、掃除にもね、非常に適してますね。はい。